皆さんこんにちは、ビルジェンド大林です。今回はボディービルチャンピオンが選ぶおすすめタンパク質源3選ご紹介していきます。筋トレといえば鶏むね肉とブロッコリーみたいなね、そういう印象を持ってらっしゃる方もいらっしゃるかなと。こう原料入ったら鶏むね肉とかささみとかそんなものしか食べれなくなるのかななんてね、思ってらっしゃる方もいらっしゃるのかなというふうに思っているので、まあ今回は特にね、減量の時におすすめできるタンパク質源を3つですね、ご紹介させていただければなと思います。ということで第3位、カツオでございます。鶏むね肉とかささみだとですね、食感がパサパサして飽きてしまう方多いんですよね。私みたいに競技でやってるものはもうとにかくそんなこと気にせずにね、食べるべきものを食べる、そういう生活スタイルがもう染み付いてるんで、減量の時は別に何も気にせずにね、ささみだけ半年間ずっと食べ続けたりするんですけども、まあ趣味でね、筋トレしてていい体になりたいっていう方にそれを強いるのは酷ですし、そんなんでもうボディメイクできるはずもないので、なるべくこう食を楽しみつつですね、減量していただきたいということで、じゃあそのささみとか鶏むね肉以外に低脂質なものどんなものがあるかなっていうと、まあいろんなものがあるんですけども、実はそういうね、海鮮系の具材っていうのはすごい低脂肪なものが実は多いんですよね。その筆頭に来るのがこのカツオとかマグロみたいな、この赤身のね、魚なんですよね。まあカツオもマグロも実はものすごい低脂肪で、ささみとか鶏むね肉に匹敵するぐらいですね、脂肪が少ないんですね。でそれでいて美味しいじゃないですか。カツオのたたきとかだったらそれなりにこうリーズナブルな値段で手に入りますし、魚市場とかね、近くにある方はマグロの血合いとかね、買える方いらっしゃるじゃないですか。マグロの血合いめちゃくちゃいいんですよ。安くてたくさん食べれて、ちょっとね、匂いが気になるっていう方いらっしゃるかもしれないですけど、醤油とお砂糖とみりんとでね、甘辛く煮付けにしてですね、食べていただいたりとかね、カツオとかマグロを普段の食事に加えていただくだけで、かなりですね、食事のレパートリーが広がるんですよね。カツオとかマグロ、お刺身とかね、たたきで食べれば食感もね、パサパサしないですし、味もね、ささみとかね、胸肉と比べてだいぶ違ってくるので、カツオすごいおすすめですね。まあマグロでもいいんですけども、カツオの方が安くて毎日食べやすいんで、私はカツオをねおすすめさせていただきます。それでは第2位ですね。第2位はエビですね。まあエビに限らず甲殻類も実はかなり低脂肪で減量にはおすすめだったりします。エビだったりカニだったり、あとは甲殻類とは違いますけどタコとかね、あとは貝類もほとんどですね、ものすごい低脂肪ですごいおすすめです。ホタテとかね、すごいいいですね。お寿司屋さんとか行ったら、まあ赤貝とかね、そういうもの食べていただいてもすごいいいと思います。何にせよそういう海鮮系の具材っていうのは味付けとか調理のレパートリーもすごい増えてくれるので、まあすごいおすすめですね。まあエビだったらお刺身で食べてもいいですし、茹でて食べてもいいですし、焼いて食べてもいいですし、まあタコなんかもそうですよね。茹でたコも美味しいですし、タコワサとかにしてもいいですしね。こういう海鮮系の特にエビ、タコ、まあイカもそうですし、貝類、ホタテなんかはね、マグロとかカツオと違ってお鍋に入れてもすごい美味しいんですよね。お鍋だと野菜も一緒に取れるじゃないですか。体も温まりますし、野菜でしっかりかさ増しができてカロリーオフができるっていうところで、ものすごいおすすめですね。そして私が選ぶタンパク質源第1位は豚ヒレ肉でございます。減量中に食べる肉といえば鶏むね肉、ささみ、この辺がまあ一般的ですけども、牛肉とか豚肉でもすごい低脂肪な部位っていうのはいくつかあってですね、ささみとか胸肉ほどではないんですけども、例えば牛のもも肉とかヒレ肉で、まあ豚のもも、ヒレなんかはまあ十分ですね、減量中にも食べられるぐらい実は低脂肪だったりするんですね。なので鶏肉の味に飽きたらそういうものを使って味変していただくっていうのもすごいおすすめだったりします。なんで牛じゃなくて豚なのかっていうと、豚の方が安いんで僕は豚を選びました。豚のヒレ肉だったら 100g あたり100円切ってくるものも結構あったりするんでね、そういうね、豚ヒレ肉買っといて、私こう家にね、低温調理器とあとはその食材を真空パックする機械があるので、お肉をですね真空パックしてそれを低温調理するわけですね。そうすると1時間2時間でですね、
美味しいローストポークが出来上がるわけなんですよ。そうやってね、低温調理器を使うとすごい柔らかくジューシーに仕上がってくれますし、まあ、やっぱり胸肉とかささみに比べるといくらかジューシーでですね、やっぱり味わいも違ってくるので、すごいいい気分転換になるんですよね。減量中はね、鶏胸肉とかささみの食事に飽きてきて、もうめちゃくちゃ食べたいなと、でもやっぱりこう切れ食いしてカロリーがねオーバーしちゃうのは嫌だなっていう時に、こうなんとかしのげないかなっていうので、そういう時には今回ね、揚げたような食材を買ってきてですね、味変をして気分転換することで切れ食いせずに乗り切るっていうようなねことをよくやってましたので、皆さんもですね、こう食事に困った時にはね、これらの食材活用していただいて減量を進めていただければと思います。ということで、今回は私が選ぶ減量時におすすめのタンパク質源3選ご紹介させていただきました。参考になった方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。Bレジェンド公式 LINE では毎日お得な情報を配信しておりますので、概要欄のリンクをタップクリックしていただいて登録よろしくお願いします。その他にも概要欄で新商品の情報を記載しておりますので、そちらもチェックよろしくお願いします。ということで、また次の動画でお会いしましょう。さようなら。